電動パワートレインです。エンジンとモーターを搭載していますが、エンジンは発電のためだけに使い、走行するための動力はモーターだけ。つまり従来のハイブリッド車と違い、常にモーターのみで走る車なんです。では 100% モータードライブの e パワーにはどのようなメリットがあるのでしょう。皆様はぜひご家庭の電化製品を思い出してみてください。例えばドライヤー、スイッチを入れた瞬間にマックスパワーの強い風を送り出すことができますよね。電流の伝わる速さは光の速さとほぼ同じです。車のモーターもこれと同じで、一気にマックスパワーを立ち上げることができるんです。つまりアクセルの踏み込みに応じて遅れることなく力強く加速し、爽快でワクワクするドライビングを始めます。さらに e パワーは走行に必要な電気は車自身で全て発電します。外部からの充電は全く必要ありません。ガソリン車のようにガソリンスタンドで給油するだけ、充電いらずで 100% 電気の走りをお楽しみいただけます。そしてアクセルペダルだけで運転できるワンペダル感覚のドライブも魅力です。キックスやセレナなどで皆さんはもう体験なさいましたか。アクセルペダルを戻すだけで強い減速力が発生する e パワーはブレーキを踏む回数が大幅に減少、慣れるとブレーキを踏むことはほとんどありません。渋滞時やカーブの多い道など頻繁に加減速が必要な時にとっても便利で快適なんです。もちろん減速時にはちゃんとブレーキランプも点灯します。さらに減速時の回生ブレーキによる発電、蓄電も行う優れもの。私も体験したんですが、ワンペダルカーの運転の楽しさ、やりつけになっちゃいました。皆様、いかがですか。 e パワーの魅力、お分かりいただけましたか。今回、新型モードではそんな魅力満載の e パワーを大きく進化させました。その進化のポイントを3つご紹介しましょう。まず1つ目は力強さ。これまで以上にパワフルな加速を実現するため、モーター出力とトルクをアップ。走り出しでは驚くほど力強い発進加速を、高速道路ではさらに余裕のある追い越しをご体感いただけます。2つ目は滑らかさ。これまでに寄せられたお客様の声を反映し、駐車シーン、街中や郊外での走行シーン、さらに高速走行シーンなど、さまざまな走行シーンに合わせて減速力の立ち上がり方をチューニング。アクセルペダルから急に足を離しても体が前に持っていかれることもなくなり、運転がよりスムーズになりました。そして3つ目は静かさです。